どうもー、どうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ってことでね、11月23日。まあ、今日もゲーム話ね、ちょっとやらせてもらうんですけどね、ってことで、もう、何がけしからんだよ、バカ野郎、マジで。競馬だよ、競馬っていうね、そうそう、何しに来たのって。まあ、今日は、まあ、ティアラ、もうね、今、スマイネル軍団、大ピンチってことで、もうな、ティアラに、頼るしかない。もう、もはや残ったの今、ティアラしかいないんだよって、これ。ビリッケツって。まだ始まってねえよ、だから。やる前から言うんじゃねえよって。おう、なんだ、おはるちゃんじゃないのか。残念ってことで。はい、ジェルインです。どうぞよろしくお願いしますってことでね。っていうことで。おう、おはるちゃんじゃないの？帰ろうってことでね。まあ、交互にね。うん。右肘と左肘交互にやってるからっていう。そうそう。なんやねんっていう。今日は、まあ、ティアラ。まあ、ちょっとね、いろいろ難しい。ほんとな、もう、かなり昨日荒れたよねっていう、まあ、本当枕を濡らしたよねっていう、ちょっとね、期待した馬が、もう、こけると、ほんとつらい、ほんつらみたいな、マジで、ジボラって、何の病気やねそれ、なんかもうちょっと、感染したら、隔離された上に、二度と社会復帰できませんみたいな、もうなんかそういう病気みたいな、最近見てないから何があったか教えて、まあ、天国と地獄、行ったり来たりみたいな、マジで。相変わらず、こう、なんか不安定症候群みたいな。そんな感じだよっていう、そうそう、いうことで。まあ、ちょっとね、ちょっと、テンプスのことは、皆さん、しばらく、ちょっと忘れてくださいってことで、まあ、ほんと、残ったやつでやんなきゃいけないっていうことで、まあ、今、まあ、ティアラ、絶賛、ドベかドベにしか取ってない、このティアラがね、まあ、ちょっと、こう、明日、頑張ってくれるかなと、マジで。おう、ジボラ出血、熱になったのっていう。なんかだからそんな感染病みたいな。おう、もう感染したら二度と家族に会えないみたいな。おう、そういうのちょっとやめてみたいな。なんか、すべては、なんか、ビニールのなんかこう、カーテンの中から、ちょっと、お母さん、ごめん、俺もうダメかも、みたいな。そういうなんか、状態みたいな。おう、ティアラには絶望しかない。逆にな。逆に、いや、もう、一個でもね、例えば、ドベ1、ドベ2を、ドベ、なんか、抜けて、ドベ3になっても、あれ？なんかちょっと頑張ったのかなって、こうなんか、ほんと、幻想みたいな。お、着外には変わりねえよ、みたいな。そうそうそう。テンプスどうした？まあ、ちょっとね、まあ、不慮の事故というか、もう、ほんと、まあ、それはまあ具体的に昨日のアーカイブちょっと見てほしいなっていう。そうそう。金銭大出血熱っていう、本当だよ、マジで。もうこの中出血誰か止めてくれよって、マジで。おもう湯水のごとくっていう、テンプス故障したのっていう、まあ、昨日の配信見てもらえばわかるけど、まあ、っていうか、レースを見たらわかるだろうっていう。もうスタート同時につまずき、落鉄、体幹部損傷、みたいな。もうフルコンボだよ、マジで。ティアラ忘れても良いような戦績っていう。忘れられないよね。こんだけ2桁着順取られたら忘れられないよねっていう。まあ、ここまで、本当にまあ、5号とか、まあ、あとは何、シュプレムとか、まあ、あの辺で、ああ、本当ちょっと、こんだけ、ひどい馬ってなかなかいないよねって思った時もあったけど、もう本当に、まあ健康っていう意味ではプラスなんだけど、ここまで走らんかっていう、マジで。おー、そうそう、しんちゃんの出血を口で吸い取ってあげる。なんかちょっと女子の言葉だったらエロいけど、男の言葉だったらただ変態やんけ、みたいな。おー、どうなってんねん、みたいな。そうそう、いうことで、まあ今日は、スマイルティアラ、ね、まあ明日の2レースだっけ？まあ、そのまま2レースの、ティアラのね、出走情報をお届けしたいと思いますということで、もう1頭の3歳どこに乗って、あ、もう、とりあえず休養から戻ってきて、まあ、飯田厩舎に帰休済み、なんで、まあ、早いとこちょっと1、2本入れて、まあ、レースみたいな、そんな感じかなっていう、そうそう、棒の棒のみたいなね、そうそう、いや、三田松っていう、なんだその三田松って、なんか、ね、三田松のズボンを、誰がハゲ松だよ、だから、誰がハゲ松だよっていう、本当に、ちょっと個人情報とさらさないで、5号は91戦して、ビリが4回なのに、ティアラは13貸して5回もビリになってる、そして多分6回ぐらいね、ドベにっていう、もう奇跡の馬みたいなね、そうそうそう、いうことで、明日の情報をちょっと出していきましょうってことでね、コントロールアルトデスクトップってことで、どうも、ジェニーです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、ちょっと脇が見えてますみたいな、そうそうそう、いうことで、これか、てか寒いな、ほんと、しかし、凍え死ぬ、
マジこういう時はなんかちょっと身を寄せ合う彼女が欲しいみたいな、もうそういうのかなりひたひた感じるよねみたいな、ごめんごめん気をつければ赤羽バシマツってもうなんか悪化しとる悪化しとるっていう、もうプロバイド年末まで連投かないよなっていう、年末までもう1年間じゃないかな、通算1年間だよ、死ぬわっていう、ティアラなら俺でも勝てるんじゃないかなって、マジでね、これ本当俺でもいけるんじゃないかみたいな、これ、マジで、そのレベルみたいな、だから1回乗ってみたいよね、ティアラ、1回俺乗ってみて、どんだけ走らないんだって見てよっていう、身を寄せ合うチンパンを送る、だからチンパンとかいらないから、マジで、生身のちょっと女子、もうヒューマンが欲しい、ヒューマンがっていう、インフルエンザのピークは来週らしいよ、流行りに乗り遅れんな。で、いけね、俺も感染しなきゃ、バカ野郎っていう、だから、感染したら完全に終わる、つまり寝るんだ、終わるだろうっていう、俺休まず働かなきゃ意味ねえよっていう、まあ、本当に、でも俺ちょか、まあ、ちょっとね、長期出張が、まあ、響いたのか、それとも、ただの花粉症なのか、まあ、病院行ってないか分かんないんだけど、まあでもね、俺ももう完全復活というか、まあ、普通に仕事も1回も休まず行ってるしみたいな、彼女が地下アイドルなんだけど、彼女の同業者、しんちゃんに紹介しないね、しないのかよ、だから、しないのかよっていう、もうなんかもう、地下アイドルってなんだっけ、なんか、テレビには出ない人たちみたいな、そんな感じ？よく分かんないですけどもっていう、いうことで、ティアラね、こちらっていう、もうそこの着順、8着、9着、11着、12着、11着着てさあどうよみたいな。でもカモミヤ君乗ってくれるありがとうっていうね。私厩舎の主戦、カモミヤ君乗ってくれるありがとうっていう。そこそこっていう。しないです軍団っていう。どういうことやねみたいな。何をしないですみたいな。戦績ひでえってバカ野郎マジで。これ何分の何か見てて、ね、さらに絶望すればいいさみたいな。これ。12分の11、12分の12、11分の11、9分の9、9分の8、12分の12、12分の10。もうね、きつい。マジで。もう呼んでるうちにきつくなってきた。まあ、この2つだけなんか奇跡的ね、これ。何があったんだろうってよくわかんないんだけど。6分の6が、ドベ、ドベニ、えー、ドベニ、ドベニ、ドベニ、ドベ、ドベニ、ドベ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 ニっていう。これすごくない？これすごいね。多分目指して。ハルウララとか、そのレベルじゃねえから、マジで。これすごくない？まずどうしよう。本格的に今の会社が嫌になったら転職する。マジでっていうね。エンジニアだったらちょっとうち受けてくれっていう。私なんですけど、大体こんな感じ。そういうことで、馬が、こういう馬な、なんかね、こういう馬を私先生に預けてしまうっていう、なんか、運命？私のとこだって、連勝の馬とか A クラスの馬な、いっぱいいるから、マジで。園田3歳、最弱じゃねえの。いや、まあ、そう、間違いないよね。なんか、同じ渡先生のザバラダスを思い出すっていう、スマイルティアラを8月だけ走らせようって、8月だけ？8月、これ8月、そこつながりなのかな、これ。8月は良かったみたいな、夏女みたいな、盛岡に持っていけよっていう、まあ、芝というレベルではないけどね、もはや、ダート芝の話じゃないかな、みたいな、サルジニア、チンパニア、何の話なんだから。日本語で OK って言うの。中国走らせよ。別に中国競馬場あるかわかんないけど。あるかどうかわかんないけど。もうちょっととりあえず金になんないみたいな。まあ、前走は、てかタイムがね、どんどん悪化してんだよ。これ、まあ、馬場が重くなってるってもあるかもしんないけどね、これ。スマイルティアラの客室は追い込みなのっていう。いや、普通に行き足がつかないみたいな。だからもうとりあえず、普通に追わずに行ってたら、もう後ろからになっちゃうよね、みたいな。じゃあ通勤用にしようって、もう道走れるか、こんなもん。操作性もあるよ、まあ道走れるかっていう。ティアラに負けちゃう馬は、心房細動とか怪我とか疑われるレベルっていう、ほんとね、このレースの時のドベの馬ね、心中お察ししますみたいな。出てんのかな、これ。もうなんか最弱馬決定戦だから、これ。マジで。1分38秒9、36秒8、36秒8がよく見える。これマデレーヌ。てか島に変わってめっちゃちぎったらすごいよなって。まあ、でもね、そのレベルじゃないと思う。せめてね、芝馬といったって、ちゃんと走る馬は走るからね。モルタミンを投与すべき。何の話やねん、だから。モルタミンに何に効くねんっていう。でもこれもう本当ね、難ありなグループなんだけど、この中でもさらに後ろに行ってしまうみたいな。どういう状況なんて、マジで。もうこのね、完全ゴールドアリュール3区で、エーシンで、なんか、シンバって、もうこれ、ここに入るなよっていうね、もうなんかもはや、もうこれ、チートだよな、これ。いじめですかみたいな、これ。
おお、そうそう。最弱が決定する。まあ、そのここで、まあ、ドベ取ったら最弱。ちょっとここ、完全チート入りましたってなるんだけど、そうそうそう。レッドスパーダとは懐かしいな。レッドスパーダ、どれどれ？おお。レッドスパーダ、レッドスパーダ。おお。レッドス、あ、これか。花緑。な？これが、まあ、前走ティアラが先着した唯一の馬。花緑対スマイルティアラの最弱馬決定戦を、どうぞお楽しみください、マジで。おお、そうそう、この馬いくら買ったの？ 300 万だよ。おお、どうすんねん、この300万もこんな馬出して、マジで。おお、もうね、あの時に戻れるのであれば、もうこれ、290万で競り止めていたっていう、そうそうそう、母、バーモントガールって聞いたことある、マジで？どれだっけ？バーモントガール、どっか行っちゃったみたいな。おお、そうそうそう、ティアって300万ぐらいした、300万ぐらいした。おお、300万ぐらいです。そうそう。300万ぐらいというか300万。324万。おお、乗ってくれる人に感謝ですねっていう。まあ、感謝というかね、もうなんか、申し訳ないからね、俺が乗れるんだったら俺乗る。マジで。俺が乗って回ってきても変わんないから、多分着順。おお、もう任せてみたいな。そうそう。なんで買ったのっていいと思ったんだよ。おお、ただまあ、やっぱ、血統？俺の相馬眼も、まあ、当時はまだまだ今に比べたら未熟だったから、おお、まあ、勉強代だよねっていう。こういうちょっとな、なんか、色目使った馬を買っちゃダメだって、そういう話。おお、そうそう。誰と競争、ん？俺と競争しようぜって、もういいのもか。ババ走ってこい、ババ。おお、そうそう。でも、ゴールドアリュールの牝馬で差しっていう。まあ、ね、アリュール牝馬って、まあ、あんまだよね。で、まあ、エーシンだから、まあ、でもそれなりに形はね、忠明先生だし、期待馬というか、まあ、形はね、学さん乗ってるし、つけてくると思うけど、そうそうそう。このエーシンの馬、脳死でぶっちぎられてるし、アリュール3区にしてはかなり、あ、そうなんだ。おお、まあまあ、ちょっとね、その仕上がりとかそういうとこもあるかもしんないけどね。そうそう。早く乗馬に上げちゃいなってことだよね。誰が中国やねんだ。誰が中国やねんっていう。まあ、入れ替わりだな。今年、新馬戦渡す先生の話だという4月ぐらい、4月の下旬にあるから、まあ、そこのちょっと前ぐらいに、入れましょうと、新馬を。それと入れ替わりで、まあ、出していく感じかな。多分、まあ、牝馬だし、佐賀もちょっと難しいかなってあるんで、そのままね、まあ、乗馬で引き取ろうかなと思ってるけど、謹慎に元気な社長がいる。あ、そうなんだ。元気な社長ね。名前はいいけどね、みたいな。そうそう。地方って懐かしい馬が父の欄に書いてあるなって。まあ、ほんとね、これどういう背景で、まあ、これ種付けとかされてるのかちょっとよくわかんないけど、ね、まあ、いろいろあるよね、みたいな。まあ、とはいえね、このベルチャザールとか、サムライハートとか、まあ、モンテロスあんまないかな。まあ、いわゆるこう王道な血統もありますよねっていう、そうそう、いや、3回の検定受けて全部ちぎられてるよ、エイシンっていう、あ、そうなんだ、3回検定、あ、3回検定というか、あれか、自主脳研か、まあ、脳研、特にね、忠明先生、そんなガチ押しないから、どうなんだろうかっていうエイシンもです。まあまあ、ついてるね、これね。もうガチをしないから普通に回ってきただけっていう可能性あるけどね。そうそうそう。シビル王、シビル王ね、シビル王いたね、これね。おお、そうそう。まあ普通、当然のごとくね、何もついてないみたいな。おお、そうそうそう。3歳もタイムオーバーのない。確か C3、C2 だったっけな？おお、の、が、にならないと、確かないと思った。そうそう。無印。はい。関数ついたことないっていう。そうそう。多分2番が逃げるよ、これって。2番？これ？マデレーヌ？まあね、正直ね、どれが逃げる逃げないとか、そういう話のレベルがティアラに関係する感じはしない。そんな感じがするっていう。そうそう。ついてたら印刷ミスかなって思う。俺ももうマジで。さすがにそれ無理だろうみたいな。まあ正直ね、まあ、いい意味で、何の期待もしてないっていう。そういうところはある、マジで。だからここはもう本当に元気に回ってきて、でも、その時が来るのを待とうと、いう話は本当ね。そうそうそう。11頭落馬すれば勝てる。そう、あと11頭ゲート開かなかったら勝てるっていうね。13着7なんでよかったね。まあ、12頭立てだからね。なりようもなれねえみたいな。そうそうそう。なんでまあ、まあ、本当ね、なんだろう。平常心、無の境地でレースが見られるってね、むしろながらドキドキ感も何もないっていう、そうそう、これでビリになったらどうすんのっていう、どうもしない、このなんかどうもしない感、だ本当、いや、絶対1着こう取るしって思った時にドベだったやつのテンプスのような、この本当にもう、ああ、もう人生終わった、自殺しようみたいな、そういう気持ちには一切ならないから、
それはありかなみたいなね。ゲート開かなきゃ乾杯になるだけだよっていう。まあ、乾杯になるけど、その結局、1着、どうなんだろうな、1着賞金とか。レース自体不成立だったら、まあ、賞金も出ないのか。てか、あさってに上場企業の総務の面接や、総務系か、頑張れっていう、ある意味、安心ってことで。安心、そう安心とかね、なんていうの、ドキドキ感がない、まあいい意味でも悪い意味でもねっていう、ドキドキ感もないレースの写真を撮らなきゃいけない人の気分になってみて、ごめんなさい、佐藤よしさんね、ちょっとできれば明日も撮ってやってくださいみたいな、精神衛生上いいな、そう、精神衛生上は非常に平常心で、カメラも向けられるし、映像見られる、もう鼻くそをしながら、尻かきながら見られるっていうのは、大衆演芸みたいな、そして馬券もね、もう普通に買えるみたいな、いいんじゃないかなと思うんだけどね、なんで、まあ、ティアラ頑張って走ってこいっていうのも、ね、片や思いつつみたいな、まあ、勝ち負け、負け馬投票権じゃないけど、ドベになるかならないかっていうところを、本当に、渡先生と必死に頑張るみたいな、ドベだけは頑張ろう、花緑だけには負けないように頑張ろうみたいな。レッドスパータ3区にだけは負けないように頑張ろうっていう、そこだけ、そこを本当に死守しようみたいな、そこなんだけどね、ちょっと、いうことで、まあ、花緑、まあ、このティアラがね、本当はもっとね、もうバリバリやれると思っていたが、まあ、そんな競馬もうまくいかずっていう、でも、一時は勝ちそうなレースあって、だからな、万が一あるかもしれないっていう。まあそうね、ただね、日に日にこのタイムがもう日に日に落ちていくっていうこの状況も意味がわからないんだけど、どうなってんねんみたいな、マジで。レッドハゲーだ。関係ねえだ。だから、ハゲ関係ねえだろっていう。まさかティアラだけ1時間もたなせる気が無理だ。確かにみたいな。何しようか。何しようかっていうか。これね、ずっとね、俺ね、これ開けずに置いてあるんだけど、お歳暮？お歳暮？お歳暮かな？こうちょっと、飯田先生とか渡先生とか、あとは中山の馬主会とか、から届いてお歳暮があるんだけど、これ開けずにもうずっと置きっぱなしみたいな。平日に小中写真撮れるって何されてる方って、まあ、そこは分かんない。でもプロなんていうのもやっぱりね、仕事、夜のお仕事とかね、朝のお仕事とかいろいろあるから、それは早くレブリーの話しろっていう、まあ、ちょっと何のことでしょうかみたいな、もう腐ってんちゃうか。いや、わかんない、これ。なあ、せっかくもらったから、それわかんない。あ、どうもー、こいつ嫌いとか、そんなこと言わないでね。今日も来てくれてありがとうございますってことで、地方競馬で馬主やってます、チェルニーです。どうぞよろしくお願いしますってことで、まあ、ちょっとうちの馬もね、今、エースのマイネルテンプスが、まあ、骨折にはなってないけど、ちょっとレース中の怪我ということで、最後残されたのが、このコミュニティで馬名をつけてもらいました。じゃん、スマイルティアラってことで、ただ、この馬が、もうデビューから、ドベにっていう、もう本当ね、こんな馬いたっけみたいな。馬主として、もう超辛いんですけどっていう。ただ、明日ね、ドベにならないように、前回、ドベドベにを争った、ちょっと負け馬投票権じゃないけど、こいつだけには負けないわ、花緑。そこをちょっと、終わって、もういなかったみたいな。もういませんでしたみたいな。そう、で、むしろね、むしろこの馬、一口であってほしい。どれだけ願ったかっていう、マジで。一口だったら別に無傷ですよ、みたいな。前屈なんだけど、本当に。死んでしまうんだけどっていう。なんで、こいつがな、もう、ちょっと本当に見る、もう、見れば見るほど辛くなるみたいな、風になってしまうね。いうことで、もう本当、これだけの成績を取るとなかなかないよ、これ。マジで。なんで引退させないんだよっていう。まあ、馬房の都合というか、まあ、次の馬が入ってくるまでは、じゃあいましょうねっていう、ね、厩舎にも、厩務員さんの給料とか、いろいろ、働く人たちの都合もあるわけだから、そこも、ちゃんと馬主として考えると。だから、次の馬が入ってくるまでは、まあ、いると。そういうことだよっていう、眠いっていう、もうちょっと我慢しろっていう、もらい物賞味期限切れ、マジでちょっと見てみようか、ちょっとティアラの話でね、ちょっとこれ以上膨らみませんでしたみたいな、いうことで、まあ多分、まあ印的に言うと、この辺、まあとはいえやっぱりね、
AC モノレスもアリュール3区だし、まあ、気になりますねみたいな、そうそうそう、ところてん方式っていうね、ずる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 みたいな、そうそう、しんちゃん今日誕生日で回転寿司してきた、マジでっていう、俺もちょっとまあ、レース後ね、もう多分8キロぐらい太っちゃったから、炭水化物とかも糖質とか取れませんみたいなね、裏山っていう、そうそう、お前が私に預けて走った試しないの、だからそれは馬の巡り合わせだよ、うん。シュプレムはもう長距離馬。で、まあ、足も折れてしまいましたと。で、まあ、ハーモニーは実際は走ったんだよ。ただ、まあ、やっぱゲートに入らなかったという難あり。で、ティアラ、もうよくわかんないみたいな。とにかく走らないみたいな。まあ、でも、全部血統面で言ったら、今俺が選ぶ馬かって言ったら、もう、まあ、あれだ、ハーモニー以外は選ばない。まあ、サウスだからね、あいつは。それはあるよねっていうのはあるけど、基本的にはもう選ばない。だから、まあ、やっぱ、次の、まあ、ちょっと場面まだついてないけど、カジノドライブ3区は、まあ、期待してる。本当はあいつで、まあ、ちょっと俺の、まあ、血統的な集大成を、やっぱ出していきたいなっていう。まあ、ただ、地方のダート向きなのかなっていうところは若干あるけどね。そうそうそう。ハーモニー、チャイラ、スパイラル、まあ、一緒一緒。一緒。もうイコールでっていう。そうそうそう。なんで、まあね、結局馬。馬だねって、馬が良ければ大丈夫。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、今んところもうヘボい馬ばっかりだから、ちょっとなんか難ありみたいな。だからね、そこは、今年の馬は、だから今年は結果出ますよ。マジで。逆に言うとね。そうそうそう。開封、開封、さっさと開封ね。しばくぞみたいなね。そうそうそういうことで。ちょっとね、これ。まず、ちょっとこれじゃあ、ここから今日、おいしょ、持った！ちょっと片付けなきゃ、ちょっとね、住所が、まあ、出ないようにってことで、まずこれがね、まあもうほぼほぼこれ、もう見た目、これね、飯田先生からですってことで、これ、大丈夫、住所とか載ってない？大丈夫これ。もうこれ、もう朝日って書いてあるんで、わかるんだけど、てか俺糖質制限してるんだけど、これ、いかがなものかっていうのちょっとあるんだけど、そうそうそう、開封するとき、ブリアーって叫んでて、開封するときに、もうブリアーとか、そんな叫、ブリアー ブリアー ブリアー そうそうそう、ビール。まあ、ビールだろうね。まあ、開けたけど、これ、朝日ってことで。そうそうそう。ということで、まあね、本当逆にお世話になってる方なんですけどね、俺として。ね、井田先生には去年も。そうそうそう、いうことで。こちらと、あ、だから書いてあるメッセージが。ちょっとこれ見てみようか。これをちょっと開けてみてと。なんか文字書いてある、これ。年の瀬もいよいよ、押し詰まり、何かとご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。本年の言葉に尽くせぬ感謝の気持ちを込めまして、心ばかりの品をお送りいたします。候、ご賞のいただければ、なんだこれ、存じます、みたいな。だって、だって、字までへっぴ、どういうことなんだから、俺が書いた字じゃねえわっていう、もう年末かって、もう、これ去年のね、去年の年末だ、あげてなかったからっていう、そうそう、じゃあちょっと開けてみようか、これ、重たい。では、それでは、ちょっとね、なんか、ちょっと、いやらしいものが、いやらしいね、秩父が見えてしまったもん。それでは、皆さん、開けます。こうか、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 こうか。オープン！お、あれ、くそ、開かない。ちょっと、ここか。オープン！パカ。おー、パカ。おー！ぎっしり。ぎっしり、マジでこれ。朝日、ジャパン、スペシャル。やばい。国産原料100%、スーパードライ。うわー、やっぱ飲めない。一切飲めない。どうしよう。マジで1ヶ月の放置、もっと前の放送でやめよう。いや、タイミングがなかった、タイミングがっていう。おしゃぶりがしすぎ、タイミングが足らなかったよっていう。一切飲めない、これ。マジで、メルカリ売っちゃう、これ。もう、そこをしゃべっとってメルカリで売る、これ。
まあ、誰が万引きだよ。お前、この箱万引きどういうことやっていう。今開けたばっかりやろっていう。スーパードライのいいやつやの、これ。なんかちょっといいことあった時にね、これちょっと飲もうかしらみたいな。リスナープレゼントでいいでしょうっていう。まあ、プレゼントというか、なんか、ちょっと普段感謝してる方と一緒に酒を酌み交わしたらいいなみたいなね。飯田先生、ありがとうございますとって、これいただきましたっていう。ただ、俺がちょっと今、糖質制限をしているので、日常的には飲めないっていう。で、これがね、ちょっと、引き続き、ちょっとこれ、住所が載ってるんで、渡先生がいただきましたってことで、じゃ、これもちょっと開けてみよう、これ。賞味期限ないだろ、だって、ビールに。あるの？逆にあんの、これ。賞味期限は、あった。これ。2019年7月。割と短い。割と短い。半年ありますっていう。酒飲めない。酒は飲めないことはないけど、糖質制限をしてるんで、もうデブになっちゃったんで、俺ジョッキーなんで、ビールは飲めないんですよ、ぶっちゃけ。飲みたくてもね。いや、別に飲もうと思えば飲めるんです。もう美味しく飲めるんですけど、ちょっと豚になっちゃうんで。会社でばらまいたって。まあ、なんかね、会社のイベントにね、花見とかもあるし、使わさせてもらおうかな、みたいな。エロやし、いやんってことね。あるけど割と長いぞっていう。ある、まあ、半年だった、半年。箱開けるときに、行くって言って、どういうことなんだから。開く、みたいなね。早う飲めっていう。いや、だから飲まないのは、もう今日も何もないだろうっていう。そもそもね。ということで、ちょっと、渡先生の、こちらね、ちょっといただいた。これなんだろう。これ結構ね、ちょっとなんか、中身は不明。これね、なんか、これ、高島屋？ちょっと高島屋の、これね、これをちょっとじゃあね、開けてみましょうかってこと。ブリャーブリャーギギ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 ギ
渡先生がね、いつもお世話になってます、ありがとうございますとってね、いただきました。お歳暮ってことで、うん、お歳暮っていつ、丁寧に開けなさいよっていうの、丁寧に開けなさいよって、そんなもの早く開けるのに決まってるだろうがっていう、これ、そうそう、中国再生金属、もうその話言うな、お前、2000万返せっていう、ティアラに飲ませたら強くなるかもよって、その前にもう出走停止になるわっていう、そうそう、飯を抜いて酒飲めっていう、いや、だそれ、飯抜いたらもう代謝が下がるから、マジで。うん、それ無理みたいな。お、誕生日に全部飲むしかないなって、もう死ぬわ、マジで。もうアルコール中毒だわっていう、そうそう。どこまで読んだっけ？お、はよしろ。ああ、わかりましたってことで、ね、ちょっとこれをペチャピってことで。お、これ本当になんかわかんない、これ。うん。あれ、どっから開けんだろう？お、ここだ。え？なんだこれ。ここ、なんか、これマフーバみたいになんかなってるよ、これ。お、マフーバみたいになってる、これ。うん。そうそうそう。大人のおもちゃでバンって、なんで大人のおもちゃしたらお歳暮でもいいって、これ、マフーバみたいになってる。おう、使用後の蹄鉄、いらんわ、だから。でももう、そこら中に捨ててあるだろうっていう。おう、そうそう。で、はい、分かりましたってことで、これね、ちょっと、これ、どうやったっけ、これ、ピッてあげればいいの、これ、ピッて。おう、これ、解いた。封印を解いた。おう、マジで。おう、中身、東京名義物語やって、もうめちゃめちゃ嬉しいわ、マジで。おう、すぐ使うわっていう。おう、なんだこれ。タンタカタみたいな、なんだこれって、え、えって書いてる、えって、これ、え、えって、おう、これ、えって、うん、どういうこと、コンって、俺、コンに読めるの、コン、おう、えなのこれ、え、おう、どうなんだろう、よし、開けてみよう、これ、よし、それでは開けます、よろしいでしょうか、皆さん、それでは皆さん、ご唱和ください、オープン、パカ、あ、全然わかんない、おう、全然わかんないけど、こんな銀色、おう、こっからかな？でで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 
おお、なんだろう、これ、海苔？海苔なの、これ。海苔、わかる、わかるだろうと、わかるか、こんなもん、これ。銀色。おお、
これ、近藤正彦だみたいな、ギンギラギンニみたいな。そうそうそう、おう、せんべいかどり、マジ、もうせんべい、本当にちょっと開けてみる、これ。おう、裏見てみて、裏？おう、銀色 まさに銀色。おう、何もこれ、マジで、うんこ入っててもわかんないぐらいのレベル、これ。うん、マジで。プレイステーションって、おお、じゃあ中古のブックオフに、ブックオフに、おお、ワンチャンせんべいって、マジで、おお、ちょ、開けてみようか、じゃあ、おお、それでは、ドリフの頭上から落ちてくるやつ、それなら伊藤かんだろっていう、おお、これ結構痛いやつだから、これ落ちてきたらっていう、そうそう、あ、でもね、なんかね、テープが貼られている、これ、おお、のりってテープ貼られるっけ、これ、ほら、こっから取るの、こっから。うん。どうやって開けんの？これちょっと。ちょっと今開ける。おう。これで、もう、わあ、もう、めんどくさい、これ。何これ？ああ！ちょ、これ、開かないんだけど、これ。わあ、もうちょっと切れた、これ。もう、ハゲが。どうやって開けんの？おい、ちょっとこれ。開かないんだけど、これ。ちょっと、ハサミ、これ、もうブリーってなんないんだけど、これ。なんないんだけどって、これ。おー、ブラ外しみたいな気分、もう、これね、こんなか、もう、コリ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 みたいな、コリ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 、外れるか、そんなもん。そんなにテープ外れるかっていう。おー、せんべいなの、これ。おー、軽さで言うと、軽い。うん。軽さで言うと軽いんだけど、その前に、テープが開かねえっていう、これ。おー、テープ開かねえっていう。おー、どうしようかみたいな、これ。ああ、もうこれイライラする。マジで、イライラ棒。おう。もう。くそ。開いた。よし。おう、開いた、開いた。よし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 。ああ、よしよしよし。な、いうことで。それでは皆さん、ご唱和ください。真空パック、真空パック、真空じゃない、普通に。おう、こうカパカパしてる、カパカパ。おう、その白いの前後に開けるんだろうって。あ、そうなの？おう、とりあえず開いた。うん。またクインチにハゲって言われて、どういうことなんだ？クイン先生から届いていませんでした。はい。ブラも雑に触るから嫁に逃げられた。ブラどころの騒ぎじゃねえよっていう、マジで。おう、まずブラどころ、そのなんか、下着一歩手前とかそこまでまず行かせてくれるんだ。ワンチャンもねえだろっていう。おう、それでは皆さん、ご唱和ください。オープン！パカ。おお、これは？逆か、こうか。冬、なんだこれ。冬麹。冬麹。おお。冬麹。うん。あられの詰め、あ、そうなの。あられの詰め合わせ。おう。あられって何？あられって何？お好み、お好み、お好みで、お好み、お好み焼きこれ。おう。おわらさんにあげようっていう。なんで全部おわらさんやねんっていう。おう。小脳の詰め合わせ。小脳ってなんだよ。おう。大脳小脳。おう。落馬して、ちょっと頭打ったんだけど。はい、もしおせんべいだと、ちょっと本当に残念ながら、俺、糖質制限してるんで、おう、糖質制限してるんで、食べられないっていう、おう、なんかもう食べられないっていう感じなんだけど、マジで。うん、原料米。もうアウトーってことでね。おう、アウト、おかき詰め合わせなの、これ。うん。炭水化物の塊。ちょっとね、もうな、別に、いや、本当にありがたいんですけど、俺が食えるかどうかっていうと、食えないんですよ、これね。おう、ないないですね、これ。ないないっしょ、これ。ないない。うん。まあ、これはちょっと、会社のイベントなどでね、使わさせていただきますってことで、おう。会社のイベントで使おう。おう。そうそうそう。あ、ちなみに、賞味期限は？これ、賞味期限。うん。賞味期限。賞味期限ってどこに書いてあるの？これちょっと。賞味期限は。おう。これ、賞味期限どこに書いてある？あ、ん？どこに書いてあるの？これ、賞味期限は。ないの？おう。無限？おう。無限。これなんか、2000年後に化石で発見されても食えるみたいな、そういうこと？おう。書いてませんっていう。うん。食べられない。うん。食べられないっていう。そうそうそう。賞味期限は昨日って、なんでやねんっていう。惜しかったな、みたいな。そうそうそう。書いてないんだけど、これ。マジで。うん。どういうこと？どういうこと？っていう。おう。そ
そうそう。じゃあ、まあ、とりあえずこれもね、ありがとうございますってことで、よし、置いとこう。で、あとは、バッシュ会からもらって、これがね、だいぶ前だった。お、あ、いかん！ちょっと待って、今日何日？これ何日？これ、え？アウトー！賞味期限切れ！おーし！ 3 日！よし、これちょっとね、隠して、ここのちょっと賞味期限のところは黒く塗りつぶして、ちょっと、持っていこう。うん。これは。ここはちょっと、賞味期限のところを黒く塗りつぶして、持っていこう。おー、マジで。バレない、バレない。絶対バレない。おー。これ、ちょっとこれ、いってみますってことで。おー、そうそうそう。おー。いや、ちょっとね、見てなかった、マジで。え？そうそう。いけるいける！お、もう俺なんて、だって、俺、実家とか、マジ、実家とかマジ、1990何年みたいな、おかん、これ、俺の小学校時代やんけ、みたいな、なんか、そういうのとか出てくるから、マジで。おー、そうそうそう。帝国ホテル、うん。バッシュ会で、これ、大原さんと一緒に行った時にもらったやつを、そのままほかしてありました。おー、だこれをちょっと、ブリー ブリュー あーブリューガーギギギっていうことで開けましたっていう。おう、あ、ほら、な、70周年中山バッシュ会みたいな、これ。おう、今来たもん。はい、こんばんはってことで。おう、ブヨにやったんよ。な、多分食うと思う、マジで。おう、これだから、70周年の、バッシュ会の年に、まあ、俺、加盟しましたってことで、よかった、これ食ってください、みたいな。うん。これ、マジで、中山。あ、中山、場所会？おう。中山の馬主協会の会員なんで、一応。はい。中央競馬の馬主でもあるんで。おう。まだ馬、馬肉クッキーってどんなクッキーだよっていう。おう、そうそう。なんで、これ、こういうものが、引き戻して出ますみたいな。うん。そうそうそう。シャキンっていう。おう、あ、くそ、また、まあ、ちょっとここ偽装できねえじゃないか。ここにもなんか賞味期限書いてあるみたいな。おう、これちょっと外そう、これ。おう、これちょっとね、精密発想、ここには何もなかったかのごとく、おう、外そう、おう、これね、バレないようにっていう、そうそうそう、おう、今来たけど、何の話してたんだって、ちょっとまあ、ティアラのね、出走情報話したんだけど、もうちょっとドベドベにみたいな馬なんで、しばらくちょっと置いといた、お歳暮は今開けてますっていう、うん、そうそうそう、馬入れろやって言ったら、入れようと思ったら、お前、怪我したんだろうかっていう、そうそう、前も送られてきてなかったって、いっぱいね、送られてきてる、本当、常々、うん。全然送られてきてる。あとは、まあ、あれか、大原さんの動画を待とう、その辺は。おう、どう、ああ、もうこれ破れた。おう、破れたんで、ちょっと箱は捨てよう。箱捨てて、おかきと一緒に持っていこう。おう、そうそうそう。馬預けない、馬主官。いや、だから、預けるって、それ今年、新馬はいるんだから、マジで。もうとりあえず開けてみよう、これね。おう、開けてみよう。オープン、パカ。おお、高級感、これ。うん、高級感、これ。おお、見てこれ、マジで。おお、高級感、これ。うん。なあ、これ。おお、いいよ、これ。おお、そうそうそう。ハサミないんです。ありません。はい。正直言うとめっちゃうまい。マジでこれ。別普通のお菓子ってね、俺ね、ちょっとまあ、言ってなかったかもしんないけど、炭水化物っていうか、糖質、制限してるんで、これ食えませんってことだよね、これ。おお、食えません。食えませんって、これ。おお、どうしよう。おう、まあ、これもね、ちょっと人にあげてしまおうっていう。おう、食えるわけねえだろってだから。おう、ただのクッキーの詰め合わせ。まあ、まあ、この、帝国ホテル？うん。俺も初めて行ったんだけど、これ。ねえ、もうどんなことあったか、ちょっとなんか酔っ払って覚えてないんだけど、これ。おう、まあ、バッシュ会ですよっていう、これマジで。おう、これね、おう、70周年記念中山。おう、なやっぱ馬主として、ああ、頑張っていかなきゃいけないなっていう、なんかちょっとそういうことをね、感じた記憶はあります、マジで。うん、そうそうそう。ええもん送ってこういよなっていう。まあまあ、いいもんちゃうん、これ。だから、うん、そうそうそう。なんかね、あとね、なんかコップとかね、いろいろついてた。わあ、もうちょっと部屋散らかった、マジで。おお、そうそう。あ、あとね、なんか会社届いた、そういえば。うん、会社にいつも送ってくれる方。おお、これちょっと、まあ、会社の住所はいいか。おう、会社に届いてて、うん。これね、おう、あ、ちょっと大丈夫かな。おう、個人情報。これ、で、ジムの、お姉ちゃんが、これ、おう、
ザラザラ鳴るやつって、これ。おお、なんかザラザラ鳴るのが届いたんですけど、おお、松野さん大丈夫ですかみたいな。ザラザラ鳴るやつって。おお、届いたみたいな。テンプス全治何ヶ月もかかんないけど。そうそうそう。普通は何食べてんのって。普通は、キャベツ。キャベツを食べてます。そうそうそう。そういえば、落馬の時の怪我は良くなった。まあまあ、全然、もう完全につながってる。そうそうそう。炭疽菌っていう。なんだその炭疽菌って。なんの、なん、な、書いたこれ。おお、ザラザラなるやつ。おお、なんかザラザラやれな、なるやつ届いたんですけど、大丈夫ですかみたいな。そうそう、ちょっと開けてみますね。これちょっと開けてみますと思って。おお。ね、これちょっと、何が入ってるんでしょうかっていう。おお。こんな感じ。おお。木。おお。なんか、これ祈願の木って書いてある、これ。おお。祈るみたいな。おお。急に出てきた。おお、なんか、おお、ちょっと、おお、なんかいっぱいできた。おお。何これ。ガン。そう、何これ。油取り紙だって。おお。油取り紙、そんな油浮いてる？おお。呪いじゃねえよ、呪いじゃん。そんなもんばっか食ってるから、髪に栄養がなくなって、ハゲるんだよって。もうハゲは昔からでだから、もう栄養があってもなくてももう一緒だよっていう。そうそうそう。油取り紙。泣き砂じゃね？風船おじさんのっていう。別に砂とかいらないんですけど、砂とかいらないみたいな。誰がハゲ取り紙だよ。ハゲ取ってどうすんだよって。これ、ね、これちょっとなんか、何これ？ここだ。ちょ、見えるこれ。なんとか寺油取り紙。寺だって、寺。京都かな、これ。あ、ここ書いてあった。本山永平寺杉材塩だって。全くわからない。全くわからないっていう。こんなウィンって配ってんのこれ。これウィンって配ってんのこれ。ザラザラなる。まだなんか入ってんのかな、まだ。まだなんか入ってくるって、これ。これ美しの湯。俺風呂入らないんだけど、だから。俺、風呂入らないんだけど、これ。これ、5000円もすんの、これ。あ、クッキーが？あ、そうなんだ。マジで？明日、しれっと配ってこよう。俺、風呂入らないんだけど、バブ。風呂、俺、ここに引っ越してから一回も入ったことない、マジで。大本山永平寺。どこのおっさんだよ、それ。ダイソーにあったっていう。ダイソー？これ。これなんか、バスメロディー。あれか、藤原紀香のやつだ。バスメロディー。マジで？冷え性に効くぞ。だから風呂入らないんだよ、俺。一切入らない。ぼっちの湯って、なんの湯だよって。まだある。こちら、じゃじゃん！また出た！藤の里。だから風呂入らないって言ってるんだ、これ。風呂入らないって言ってるんだけど、これ。バスクリーン。バスクリーン。あれ？さっきバスクリーンじゃなかったっけ？バスメロディ、これなんかメーカーが違う。バスクリーン。そうそうそう。これ持って吉原行こうぜっていう。金がないんだよ、だから。金くれ、金っていう。港区に住んでるとか、悪いことしてんだろうっていう。悪いことしてんのは、普通に会社の、自分の会社の近くに住んでるだけだろうっていう。そうそうそう。あ、これ、こちらね、名刺が入ってましたっていう。放浪癖コミュニティ、しゅなんとか。ということで、皆さん、ロケ地、これ。佐渡島。佐渡島だって。ということで、出張先で使えよっていう。出張先で風呂入らないって言ってたから、風呂を。ね、いつもありがとうございますってことで、お土産をいただいた。バスクリーンいただいた。ただ、これはね、風呂俺は入らないし、例えば会社の子にこれどうぞって言ったらセクハラになるし、使い道がありません。これがザラザラ言ってました、そして。非常に難しい。今ね、コンプライアンスとか大変だから、こういうのを、なんか、よかったらどうぞ、風呂の中で俺のこと思い出したらで、って、そういう風になってしまうから、ダメです。
はい、これちょっとなかなか難しいっていう、渡すのはね、そうそうそう、厩舎に持っていきなって、このお前、バスクリーン2つ持ってって、先生どうとってたら、もうこの塔とこの馬主の頭おかしくなったかなと思われたろうかって、それ、そうそう、ベトナム帰りにタニアに寄ってきたヤンキー、タニアってなんだよ、うん、タニアってどこの国っていう、ベトナム、ベトナム、俺はね、うん。ティアラに使ってあげようって、ティアラに使って、ティアラプール長って言うとかしねえからっていう、おー、そうそう、送ろうっていう、どこへやみたいな、そうそう、ということで、ね、こんだけちょっとね、今、しばらく開けてなかったねっていうことで、あとなんかあるかな、こんなもんだよね、うん。あともう一個あった、もう一個。おー、これもまた、これなんだっけ、これは、あ、これなんだっけ、あ、ちょっともう、これ開けちゃいけないやつか、おー。あと、なんかあったっけな、開封しなきゃみたいな感じ取っといたやつ、うん、こんなもん、あ、これね、ちょっとでも、あ、これ見せちゃおうかな、マジで、おお、今、まあ、俺のこの左側、うん、に、まあ、当然、こうやってね、まあ、こういう勝負服が、まあ、いつも通り飾ってあるわけなんだけど、まあ、ちょっとね、俺の、なんて言うんだろう、まあ、ベトナムに今、まあ、支店がいますねと、でベトナムのところに今、まあ、10人ぐらいかな、社員が、まあ、いますと、首輪とかも、いや、治った、だから首輪、うん、開けちゃいけないやつってなんなんて、いや、なんかちょっと開けて、なんか、うんことかできたら困るわみたいな、もらい物テーブルに置いて、ご自由にどうぞにしたらっていう、あ、まあ、とりあえずね、そういうのもありかなみたいな、そうそう、赤丸橋なのか、麻布十番なのか、はっきりしてよって、もうどっちも最寄りだわっていう、そうそう、大何の話やねんっていう、いうことで、まあ、ベトナムの、まあ、子たちが、松野さん、これ、プレゼントみたいな感じで、ほんまい、ちょっとね、感動したプレゼントがあるんだけど、ちょっと見せていい？これ。うん。国境を越えるんだって、俺思った、マジで。国境を越えるんだって。おぉ、見えるかな、これ。見える？これ。おぉ、モテモテやなっていう。まあ、なんて言うんだろう。おぉ、やっぱ、一応俺も社長だから、なんか、愛されてないと、みんな働いてくれないよねっていう。うん。だから、まあ、年に2回とかしか行けないけど、ベトナムは。おぉ、じゃあちょっと、なあ、こう、そう、たまに、じゃあ、オフィスみたいな感じ来たら、まあ、出迎えてくれたみたいな、おぉ、臭い、匂いは国境を越えるって言ったら、匂いじゃねえし、みたいな。おぉ、スマイネル軍団といえば馬だろ、と。おぉ、マジでな、ちょっと泣くなよ、マジで。おぉ、皆さん、ちょっとティッシュとか、ね、ハンケチをちょっとお手元に、泣くなよっていう、マジで。うん。シャニーにはジェニーさんと呼ばれるの呼ばれるわけねえだろ、だから松野さん決まってるだろっていう、中国再生金属も国境を越えません、はい、亡くなった会社ですっていう、ベトナムの人も社交辞令じゃない、これは絶対社交辞令じゃない、マジで、おお、泣くなよマジで、本当に見せてやろうか、本当これちょっと感動すると思う、マジで初披露、おお、本当、ベトナムで社長さんマッサージあるよ、すごく気持ちいいよって言われたよ、おめっちゃ道で、お金ないよって言ったら誰もね、みんなどっか行ってしまった、お社員ジェヌインだってさ W みたいな、それは分からない、それは何を言ってるか分からんけど、でもやっぱり形となってここまでやられるとは、俺愛されキャラだったなみたいな、お普段こんなことなんか配信とかで感じたことみじんもなかったけど、俺ベトナムに来たらちょっと愛されてるかもしれないよねみたいな、そこれを思わせて本当にマジで見る？ちょっと見ちゃうこれ。おー、じゃあちょっと待ってよ。一旦こっち戻して、この今横にね、これ飾ってあるんだけど、ほんまこれちょっとな、ビビんなよマジで。こちらはいどう？これどうこれ？おー、これ俺です。はい。わかるな、これもうこの勝負服わかるなって、これ俺です、はい、これまあちょっとこの別のFacebook に俺、まあ君らはちょっと全然見てないと思うけど、 Facebook にその Facebook じゃないか、なんだっけ、長野の競馬、草競馬乗った時に写真を撮ってくれた人がいたんだよ、うん、群馬の人で、それをそのままなんか絵にしたよって、これ絵だぞ、これ。絵。わかる？絵。水彩？水彩っていうのかな？油絵？おぉ。マジで。13という不吉な数字。ね、そしてこの後みたいな。おぉ。これ。マ
マジで。これがまたがってるの三角木馬なんでやねんっていう。サラブレッド、サラブレッド。おお、そうそうそう。これはバカプレゼントって言われて、おお、マジ感動したんだけど、これ。おお、ちょっとなんか、照り返しがすごいんだよね。うん。ことことし、ことし。うん。そうそうそう。おお、これ、これを、ここに飾ってるわけよ。おお、このなんか、あの、俺の横にある、こう、棚にね、棚に。おお、それか、バカ、もう、ね、続きまして、これ。もう一個。な。まあ、ビビんなよ、マジで、これ。ビビんなよ。何が、季節が伸びきっているという不自然。いや、それぐらいね、すっげえ、あのね、リアルな写真、あの、Google プラスにまだ上がってるから、見たらいいよ。だから、本当にあの、まんま。おお、そうそうそう。こちら5000円からスタートで、それでは前また5100円、あ、5010円みたいな、そうそうそう。ベトナム社員って日本人、いや、ベトナム、現地。うん。現地の子、日本人も、2人いる。うん。そうそうそう。で、まあ、これをこの現地の子からもらったんだけど、もうな、いいです。まあ、今のはまずは第1弾。おう。で、これも良かったな、みたいな。おう。夏休みの宿題、代行に頼んだらどんな状態やねんっていう。おう。でもね、なんか、絵の上手い人が、まあ、いるから、社員の子の中でね、その子が描きました、みたいな感じで。おう。そんで、これ。な。あ、ちなみにほら、もう、ガチで、ほら、現地っていうの分かる、これ分かるだろ、これ。俺がなんかその辺で拾ってきたわけじゃねえんだよ、これ。おう。何書いてるか全く分かんないけど、これ。うん。これ。おう。いいか？マジで。もうちょっと泣くなよ、マジで。もう泣く、もうちょっとティッシュとか、ハンケチとかはちゃんと持っといて、これ。泣くなよっていう。おう。現地採用で給料を現地水準まで下げた日本人社員か、さすがケチ待つのっていう。お前みたいな悪いことしか考えないやつの人生は、ひたすら下の方向にしか行きません。おう。それだけ言っとくわ。おう。ポジティブに上だけ見れるやつが、もう上、トップに立てるって、そういうこと。うん、そうそう。枠どうしたみたいな。おう。794、ウグイス平安京。何の話じゃない、泣くよ、ウグイス平安京かって。なかなか受験勉強みたいな。そうそうそう。いうことで、これ、いいですか、皆さん。もう、しか、俺がどんだけな、こう、ちゃんと、あの、社員のことを思い、そして社員が社長のことを思いってことが、こちらに現れております。な、こんなことを、逆に、な、今、日本の企業で起こるんだろうかっていう、そう思います。はい。それでは皆さん、ご唱和ください。絵画オープンパカ。ほら、俺の自画像、これちょっと男前に描いて、すごくないこれ。ほら、俺ですみたいな、これ。おう、これこれすごくないこれ、マジで。ちょっと俺こんな筋肉質だっけみたいな、なんかもう、おう、ゴルゴ30みたいな感じ。すごくないこれ。俺もう感動した、マジ泣きそうになった、これ。おう、もっと上げて言うな、そこだから。そこ俺も こんなんやっけみたいな。おう、このぐらいだったら全然、おう、最高にいけるんじゃないかなみたいな。バカ、これ相当いいんだよ、マジで。おう、ないわ、あるわ、だからめちゃめちゃあるわっていう。おう、そうそう、耳が犯罪者、どういうことやんだから。おう、これを俺が言った瞬間にも、なんか、松野さん、これプレゼントって言って、おう、マジこれ家にするの、家に、そう、家にするよ、これ家に。おう、これいいよ、いいだろって持って、まあ持ってるよね、これ。おう、この実物良くないから、マジで。おう、マジリリシーみたいな。もう、これたま、クソモテだろ、マジで。もう列できる、列、家の前に。おう、そうそう。路上画家に120円で書いてもらって、どういうことなんだから。いや、ちゃんと、社員の子が書いたっていう話を聞きましたっていう。うん。毎日は増えてくぞって、もうじじいだからね。そうそう。社長のご機嫌取りだよね。いや、ご機嫌取りというふうに、もうそうやってね、もうこれね、日本人のあれとか、君らな、何でもかんでも悪い方へ考えたら、お前の人生もどんどん悪くなるぞっていうの、中も注意してるだろっていう。おう。ポジティブに考える、上に向けっていう、その話をしてんだろうかっていう。おう。同じ人書いた、いや同じ人ではないって言った、うん、その鉛筆派というか、このボールペン派、わかんないけど、この人と、あの、なんだろう、油絵の人みたいな、うん、そうそうそう、
髪の毛のところ自分で書き足すの、書き足してねえよ、だから別に修正入れてねえだろ、これもう額に入ったまま持ってきたわっていう、安倍殿から、おう、スマイル軍団のお墓に飾ろうっていう、なんでお墓やねん、まだ生きとるわっていう、そうそう、社交辞令、いいか、社交辞令とか、それね、なんかもう、あのネガティブ、どうせギリチョコだからとか、ね、もうすぐバレンタインだけどっていう、もうそういうふうに考えちゃう君たちが、もう本当、人生が上向かない理由がそこにあるんですよっていう、おう、ポジティブに考えましょうっていう、おう、愛されてるからこういうものがもらえますと。おう、そう思ったら、あ、じゃあ俺もな、愛を愛で返さなきゃみたいな、おう、みんなが幸せに暮らせるように俺も頑張って会社を大きくするよ、そういう気持ちになってどんどん人生が上向いていくって、そういうことだよ、だから、うん、そうそう、ベトナムにこの放送伝えようっていう、ベトナムではニコニコの生放送見れるんでしょうか、おう、違う路上絵描きが書いたのかっていう、そうそうそう、だから隣り合わせね、この人が500円、この人はさバカ野郎っていう、だから社員が書いたって言うんだよ、社員が書いたって、おう、社長室ありません、おう、そうそう、だって社交辞令しか考えない、そう考えられない君の脳のネガティブ脳がかわいそうっていう話、うん、絶対変えた方がいい、変えたら君の人生も変わる、おう、無用に見せようっていう、別に無用に見せてもああで終わるよっていう、そうそうそう、松尾さん詐欺なんです、いや詐欺さんも詐欺ってねえよ、だからもっとみんな一生懸命働いてくれてるし、おありがたいことしかないっていう、うん、中に投資機入ってないって、俺も聞かれてね、困ること何もないんだよ、むしろ、お配信これ24時間これ配信してても、まあ、あのチンポとか映ってしまうの多分ダメなんだろうけど、お全然何でも OK みたいな、そうそうそう、競馬競走馬投資詐欺とか引っかかりそうっていう、まあ、競走馬投資はし続けてるからね、おう、そしてもう毎年800万ぐらい溶かしてるから、うん、黒木に与えようっていう、まずはお前は8万4000回生だから、おう、ポジティブに考えた結果、幸子に捨てられ、前に捨てられ、中国金属国再生金属倒産したやんっていう、それは倒産した、でもそれもすらポジティブに考えて、それを学習として、おう、乗り越えて、おう、事業で成功して、そして JR の資格を取って、その先な、これから先俺はおそらく女優と結婚する、マジで、おう、もうそう見えてるもん、マジで。うん。すべては幸子さんがいたから、ね、中国再生金属があったから、今があるというふうに思えるか、それで崩れて、な、人間として終わっていくか、おう、これがネガティブとポジティブの違いですよっていう、おう、だから君もポジティブに生きよう、そういう話をしてんだよ。うん。ボヘミアン・ラプソディ見たか、見た方が泣けるっていう、別にそれはそれで泣いたい。うん。俺はリアルボヘミアンみたいな、おう、まあ、ボヘミアン見てないか分かんないけど、そうそうそう。セクシー女優も何でもいい、うん、それはあの何回も言うけど、見た目は可愛い子とかもうなんか綺麗な人っていうのはもう TikTok とか見てたらいっぱいいる、おう、だそこはもう見た目はいいでしょうと、それよりもやっぱり内面もうハーツハーツ、おう、やっぱそこでしかやっぱ人の価値っていうのはやっぱ見出せないよねみたいな、おう、ゴーリキっていう、まあまあそれはちょっと前の職場のねみたいな、そうそう、そういえばアニメの会社の株どうしたっていう、もう何もないよ、だから、うん、もう全部現金に戻したよ、そうそう、残り3、ああもうこんな時間ですねっていう、広瀬諦めた、いや諦めてないよ、だから、うん、次の次ぐらい、お広瀬涼子の、お待ってるよみたいなね、そうそうそう、いうことでね、こんなんもあって、だからこれも、まあここに飾ってみたいな、お感じよ、マジで。なあ、俺も本当だから、な、真面目に生きてきてよかった、幸せだなって思うよね、こうやって。おで、今ここに、今ちょっと見えづらいけど、うん、こう飾って、おあるみたいな。うん。こんな感じでね。おなあ、ここに積み重ねていくんだよ、歴史を。おマジで。明日出走です。はい、明日はスマイルティアの出走ってことで。お戻しますと、もうこんな感じでね、うん、TikTok の JK 配信者で抜くのやめてください、このド変態。いや、だから TikTok と、もうな、なんて言ったらいいんだろう、もう感覚的にはもう年だから、40だから、おっさんだから、もう自分の、まあ、姪っ子、まあ、今、姪っ子とかもね、甥っ子とかもいるから、もう姪っ子、甥っ子、まあ、自分に子供いたらこんなんだろうなっていう、なんか、もう朗らかな気持ち、うん。性的なものをね、何もこう思わない自分に、あ、俺も年重ねたなって、なんかふふーみたいな、ふふふみたいな、そんな感じで思う、マジで。うん、小向井美奈子っていう、ちょっとあのドラッグはねみたいな厳しいですっていう、そうそう、 TikTok ダンスやって、なんだっけ、かわいい人はすぐに見飽きてしまうものよーみたいな、おそれはね、ずっとあのリクとナオとユキ、あのうちの甥っ子3人、甥っ子姪っ子3人とずっと1時間ぐらい踊った、うん、そうそう、国西さんからはなかったです、はい、まあ、それもしかもうね、ちょっと実績がみたいなね、そうそう、 おじさんが TikTok とかキモい、だ TikTok 見てるだけで俺は、お別に動画アップロードしてねえからっていう、うん、まあ、ここ動画アップロードしてたみたいなね、そうそうそう、お疲れ様ありがとうございますということで、まあ、ちょっとね、ちょっと話はそれましたけども、明日、うん、スマイルティアラが、
そうなの、2レースだから11時30分で、に発走。まあちょっとね、まあいろいろ難しいところはあるけども、この馬がちゃんとね、1個でも上の着順を取れるようにってことで、和田先生もね、一生懸命頑張ってくれてるんで、まずはそこ見よう。この花緑だけには負けないと。花緑、レッドスパーさんが花緑だけには負けないっていうところを、もう最大の目標として、まあ明日ね、無事に 1400m 走り切って、あと1分40秒を割らない、38秒台で帰ってくるっていうところを、まあちょっと目標低いかもしれないけど、まずは一つね、思いながらレース臨みたいと思いますんで、よかったら皆さん応援よろしく、メカドック。